はい、こんにちは。今回はですね、東京ワークショップのね、5月のワークショップを終えて、で今、少し帰る前にですね、品川近くのね、海沿いの公園の方に来てるんですけど、ちょっとまあ、総括でもしようかなと思って動画撮っております。で今回、一番最初土曜日の午前中にね、灯籠券の方をさせてもらったんですけれども、今回は、ね、朝練の時にやってる基本功っていうのをねさせてもらって、すごく大事なねものなので、今回参加された方はね、少しその一部で覚えてる部分だけでもいいので継続してもらったら、日頃やってるエクササイズの方とかのねクオリティもどんどん上がっていくので、まあ、これに関してはちょっと動画で公開できない部分なのでね、ぜひ、大事に、残しておいてもらいたいなと思います。そして、次の少人数のグループレッスンですかね。はい、ちょっと風が強いんで風切り音が入らないようにちょっとマイクを手で隠してますけど、少人数のグループレッスンの方で、最初の日は、テーマがですね、やはりつなげるっていうことになってたんですよね。でやっぱりお伝えしてきたことをね、動画とかで学んで一生懸命やっていただいたら、ある程度つながるんですけど、最終的に地面とね、こう足の裏でしっかりつながる時に大事になってくるのが、やっぱりコアと呼んでる部分ですね。鼠径部、内股のね、もも部分、その部分の脱力ですね。でこれをこう畳むとか曲げるとかとね勘違いしないように、その姿勢の高さのまんまですっと脱力していくっていうところが、できるかできないかで、それが再現できるかどうかっていうところが明確にこう違ってくるので、そこをですね、でその脱力するためにどうしたらいいかっていうところをですね、僕自身もこうどうお伝えしたらいいかっていうところをずっと研究しながら、悩んだりというかね、課題にしてきた部分なんですけれども、最近少しずつね、見えてくることも あるのでね、これも今後少しずつ動画とか講座の中でシェアしていきたいなと思ってるんですけれども、はい、総括なんでまた振り返っていくと、その次に鎮式太極拳の方ですね、項目で第3部ということで行ったんですけれども、今回はね、動画で公開している部分でいうと、西安で学んだ基本功の方ですね、具体的に体のをどのように使って、その基本功を行うかなどね説明させてもらったり、灯籠ですね、いわゆる肩と言われる部分を繰り返して、少し体に落とし込んでいくっていうことをしていきました。で特にね、火星って下っていう字に勢いって書いて火星っていう、太極拳の動作の一つなんですけれども、その動作を繰り返すという基本功を行った時に、今まで使えてなかったね、筋肉が使えるようになって、翌日筋肉痛になったという方がおられたんですけれども、その部分ですね、意識できてないところが意識できるようになったことによって、でしっかり立った時にその部位を使えるというね、その火星という動作に限らず、普通に立前の姿勢、単刀向の姿勢で立った時にその部位を使えるようになったことによって、別の今まで力んでたところを力ませる必要がなくなったということで、肩の力、肩肘の力が抜けたっていうね、そういうこともありましたんで、しっかりやっぱり基本功を行っていくことによって、日頃からのね、肩肘の力、首肩のね力みが取れたりっていうのもあるのでね、その辺、しっかり中心の部分、体幹の部分を使うっていうことは、エクササイズに限らずね、日頃から意識してもらえたらいいんじゃないかなと
思いますですね。それから、その月は、単頭孔、気管、陽性、気管をね育てるエクササイズとか、それから、接触についてですね、そういったことをテーマに、講座させてもらったんですけれども、今回は秘伝のね雑誌の方にも書かせていただいた、自分の体の使い方と、対人における自分のこうあり方ですね、その関係性であったりとかね、でそのために具体的にどういうふうに体を使っていくかで、接触した時に、相手がどのような反応になるかっていうところをですね、対人でやっていけたんで、その辺はかなり充実した時間にできたんじゃないかなと、いろいろご参加いただいた方持って帰ってもらえたんじゃないかなと思います。はい、そして19日はそんな感じで、20日日曜日ですね、日曜日はそうですね、午後から新6号券でしたね。新6号券の方もやっぱりこう鼠径部ですね、いわゆるコアという部分をしっかりとぐーっと内側に入れていく。でそれも畳み込むというように見えるんですけど、それは力みによって畳んでるんじゃなくて、やっぱり脱力で地面としっかりつながるということが大事になってくるん でそれができて、つながる感覚もつかめたら、しっかりその一歩踏み出すごとに、重心がしっかりと足の裏にドンと落ちて、接触面で相手をこう動かすというか、相手に影響を与えるような技の使い方になっていくので、そのつながるっていうことと鼠径部をこう脱力させていくっていうテーマにおいては、他の武術と共通してたんじゃないかなと思います。そうですね、今回はラオサンプーっていうその古い系統の方法というか短式練習を学びながら、体の使い方を修正させていただいてっていう形のやり方でお伝えしました。最初の規制というかね、儀式、最初の動作と終式ですね、収める動作、その2つだけでもかなり、体をつなげて、技を効かせる基本としては内容の濃いものになっているので、ぜひね、参加された方は規制の動作と、そして、短式一つやった後に終式をしっかりやって、体になじませるっていうことをねやってもらったらいいかなと思います。はい、そして、その次の時間、2日目の、少人数のグループレッスンということで、今回はそうですね、かなり、2日目も濃いテーマ で今回動画もいずれ撮ろうかなとは思ってるんですけど、手話衣装という手を前後に振ったりするね、ものは気功の世界ではずっと行われているので、僕も練習に取り入れてたりしますし、動画でも少し触れてたりはするんですけれども、その動きを脇腹をしっかりとつなげてですね、その名門の張り出しと腕、肘から指先にかけてが引っ張られるような形でその手話衣装を行うことによって、肩の力が本当に抜けていくのが明らかに分かるんですね。なんで今もう素直な方はそのまま今その場で再現やってもらったらいいと思うんですけどね、それが感じられる、もうすぐ感じられるんですよね。なので、ちょっとそれを肩の力みが日頃気になる方はぜひ、試してもらったらいいかなと思います。そして最後第7部は、武術的身体操作と対人チェックという形で、一通りねエクササイズとかお伝えさせてもらっているものを一通り整理して、体の使い方をちょっとエクササイズをしながらチェックしていって、そして、上にかかる力、下に向かっての力、そして左右にねこの矢尾と呼ばれる部分をつなげて、使う力、そしてもう一つは波を起こして波を伝えるというやり方とね、そういったものを対人でやっていきました。はい、これも筋力に関係なく、その波が伝えることができたら
ぱり相手にそれが伝わる感覚がちゃんとあるのでね、その辺ちょっと参加された方かなり明らかに違いが分かったんじゃないかなと思います。なんでその練習する上でね、それがバロメーターとしてね、力みでぶつかってるのか、ちゃんと脱力した上で地面とつながって、その波とかね、緩みがその接触面で相手に伝わってるというその違いですよね。そういったことを日頃から丁寧に丁寧に感じるようにしてもらったら、また練習面白くなってくるんじゃないかなと思います。はい、で全体を通してやっぱりね、その鼠径部の脱力による地に足がつく感覚、そしてそれによる安心感とかがいろんなことに、影響を与えてきてるんで、肩肘の力みを抜くとか、そういうことも全部そことつながってくるので、安心感を持って日頃から過ごすっていうことをね、ぜひ意識して、日常生活もね、練習もだから日頃のお仕事とかも楽しんでもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今回これで以上になります。お付き合いありがとうございました。